はい、皆さんこんばんは。セカボンでございます。本日もですね、まあ、漫画について、語っていきたいと思います。本日も前回に引き続きですね、スラムダンクについて、お話をしていきたいと思います。まあ、例によってですね、こちら湘北14番三井久志のユニフォームを着てですね、まあ、着てみたら結構このマスクとね、色合いがこうなんかね、マッチしてですね、いい感じで、まあ、あの、スラムダンクのお話をするとき以外もですね、着ることが今後あるかもしれませんけども、まあ、今日も頑張っていかないかなと思っておるところでございます。で、前回の動画で、前回は、スティーブ大滝についてお話しましたけども、今日はですね、まあ、スラムダンク終わって、なおですね、ファンの中で、まあ、悶々としてるというかね、まあ、いろんな説が出てると思うんですけれども、インターハイ、どのチームが結局優勝したんやということでございます。まあ、湘北は、山王工業を破ってですね、まあ、次に、愛知の、愛和学院に、まあ、嘘のようにボロ負けすると。で、まあ、海南大附属が準優勝2位ということは分かってるんですけども、結局優勝したチーム、どこか分からないじゃないですか。で、ただまあ、漠然とね、まあ当時の私も思ってたんですけども、まあ、明豊工業が優勝したのかなと、あの森重博士率いるね、明豊工業が優勝したんじゃないかなと思ってるんですけども、まあこれには答えがなかったわけですね。で、まあその明豊工業というのは、まあその森重博士というのは、まあ1年生で初心者なんですけど、まあめちゃくちゃなんかこう才能のあるやつでね、あの、湘北との合宿で、互角の戦いを繰り広げた、静岡城西高校をですね、まあ、全国大会の初戦でいきなりボコボコにしたというね、その森重というやつは、1年生であるにもかかわらず、その城西高校戦で50得点、22リバウンド、10ブロックというね、もう化け物みたいな記録を残してですね、あの花道がちょっとね、かすっただけでこかされたというね、まあ、あいつがいる限り、ね、明豊工業は優勝なのかなと思ってたんですけど、実はですね、まあ、最終回、スラムダンク終わって、その後にですね、井上先生自身がですね、これを否定してるんですね。明豊は優勝してませんということでね。じゃあ、どこが優勝したんやというのをね、今日は語っていきたいと思います。まあ、答えは出ませんけどね。まあ、語ることが楽しいじゃないですか。ですんで、全国のスラムダンクファン、一緒にね、優勝高校はどこなのか、考えていっていただきたいと思います。それでは、スタート。でですね、まあ、その、スラムダンクが終わってからね、まあ、明豊工業が、実は優勝してないというね、分かったのが、まあ、先に述べた、井上先生のインタビューで、はっきりしたんですが、そのインタビューの内容というのをね、まあ、YouTube で出てますんで、あの、下にリンクを貼っときますんで、まあ、興味ある方はご覧になっていただいたらと思うんですが、その、まあ、インタビューというか対談ですね、あの、日本のプロリーグ、バスケのプロリーグのあの、B リーグというのがあるんですけども、その中の京都ハンナリーズというね、チームの岡田選手との対談の中でね、その話が出まして、まあ、この岡田選手というのはね、あの、公認会計士の資格も持っててですね、バスケと、そんなもう難しい資格ですから、本当ね、まあ、持ってらっしゃる、まあ、秀才で、本当スペシャルなね、選手なんですけども、まあ、その選手との対談で、で、やっぱりその岡田選手もね、スラムダンクのファンなんですよね。当然ですよね。我々世代でね、特にもうバスケやってらっしゃる方ですから。で、思い切って、井上先生に聞かはったんですね。まあ、優勝校結局どこなんですかということで。まあ、さすがに井上先生もうーっとなってたんですけども、まあ、さらに突っ込んでですね、僕は、まあ、1位はあそこなのかなと、明豊工業なのかなというような、質問を投げかけたらですね、井上先生、あの、さらっとね、いや、あのね、それはないんですよと、あっさり否定したんですね。明豊工業が優勝じゃないというのをね。で、明豊優勝じゃ嫌だなと、ね、まさに才能っていうか、そういう選手は嫌だなという理由で、まあ、つまりですね、まあ、あの、森重、もあんまり1年生ですしね、バスケ経験が
ほとんどない選手、それがチームの中心となって優勝する、生まれた才能だけでね、勝てるほどバスケは甘くないよというね、やっぱりそのバスケ愛のある井上先生ならではのね、考え方だったと思うんですけども、まあなるほどなと思いまして、まあ明豊ではないんだなと、もうこれは作者自身が否定してます、してますから、ね、もうこれもう間違いないんですよ。じゃあどこが優勝なんだということなんですけど、明豊工業以外でね、まあ優勝できそうなチームあったかなと、まあいろんなね、キャラクター出てましたから強そうなね、まあ思い返してみたわけですよ。でまず最初に頭に浮かんだのがですね、愛和学院ですね、愛知の星率いる愛和学院、あの作品の中でもですね、牧と、一緒にね、花道も偵察に行くぐらいですね、有名な選手だったわけで、ございますから愛和学院かなと。まあ、モデルはね、愛工大名電というね、まあ、本当に、バスケ強い高校で、インターハイでも、優勝したことあるチームなんで、愛和学院かなと思ったんですけども、ただその、愛和学院は、まあ、ちょっとこのトーナメント表を見てもらったらですね、左のブロックにいるんですね。で、海南大附属も左側のブロックですから、もし愛和学院が、順当に勝ち上がればですね、準決勝で海南大とぶつかるわけですね。で、海南大はもう2位っていうの決まってますから、もう、どう頑張っても準決勝で敗れてるわけです。だから、愛和学院の優勝はもう絶対ないわけですね。で、他にどんなんいたかなと。あ、大英学園がいたなと。ね。土屋篤史率いるね、大英学園。彦一もね、要チェックやと。豊玉を倒した、大英学園ですから。大阪の大正学園っていうのがあるのかな。あそこも名門だと思うんですけども、あそこかなと思ったんですけど、さらにですね、その井上先生の対談の中でですね、優勝チームは作品の中で描かれてないんですよと言い出したんですね。ということは、大英学園じゃないのかと、ね、いうことで、ございますから、で、まあ、それで考えるとですね、もうあんまりないんですよね。で、大体そのコミックスで出てないんであればですね、もう予想のしようがないので、まあ、そのトーナメントを辿って考えるしかないんですけども、まあ、シード校は4校ありました。一つは、山王ですよね。で、海南。で、明豊。で、もう一つですね、博多正大附属っていうね。福岡の高校がシードでありました。で、この博多正大附属っていうのは作中でも描かれてなかったので、もしかしたらここかなと。やっぱり福岡ってバスケ王国ですから、まあ福岡、多分その博多正大附属は福岡大附属大堀がモデルになってると思うんですけど、まあ福岡はその福岡大附属大堀か、福岡第一かがもう争ってて、まあ本当にね、インターハイ出て、野代がずっと勝ってた後はね、もう福岡第一、それか福岡大附属大堀かっていうような、もう本当に、強いチームなんですよ。で、そこをモデルにしてるんで、もしかしたらここじゃないかなと思ったわけです。ただですね、まあ、井上先生はですね、その、シードで出てきたチームをね、無名のチームが破るというね、まあ、まさにその、湘北のような、そういうのがもう好きなわけですよ。ですから、ただシードで残って作品で出てきてない高校っていうだけでね、福岡大附属にしていいのかなと思ったわけですね。で、そうすると、まあ、前回、お話しした、なんだ、大滝ですよね。スティーブ大滝。あれが率いる福井のね、堀高校。でもあれも一応作中でちょっと出てきたから、あいつでもないのかなと思って考えたら、まあ他ね、候補があるとしたらですね、先生の出身地って鹿児島なんで、鹿児島代表でですね、右のブロックでですね、作中に出てない高校として、大熊第二というね、高校があったんです。大熊第二と読むのか、大隅第二と読むのか知らないですけども、まあ考えるとしたら、まあ、ここらまでかなという感じはしてます。だからまあ結局ね、答えはないんですけどね。まあ確実に言えることは、明豊ではないと。ね。大英学院でもないと。愛知の星野率いるね、愛和学園でもないと。愛和学院でもないということで。
まあ、新しい候補として、博多商大附属か、まあ、コミックで一瞬だけ出てきた堀高校か、先生の出身地の、大熊第二か、まあ、この三つぐらいが選択肢じゃないかなと思います。まあ答えは出ないですけどね、まあ、スラムダンク、これからまた今年ね、アニメが始まるということで、まあ、いろんなね、こういう考察動画も楽しいんじゃないかなと思いまして、今日はスラムダンクについて語ってみました。ご清聴ありがとうございました。さよなら。